なんだっけ、インスタライブです。ツアー一般券売が始まりましたね。ちょっと待って、読み込まないとか、いろいろ告知しながら撮っていきましょう。全然読み込まないよ。あ、すごい、ライブ配信中だって。こんばんはです。こんばんは。はい、こんばんは。まだ、あ、増えてきましたね。今日はサプライズです。今日はサプライズ。はい、今日はレコーディングしてましたね。はい、雨、うん、ここはレコーディングスタジオです。レコスタです。いつも撮ってるとこです。はい。姿勢が悪いよね。姿勢が悪かった俺。俺も悪い。美味しいですか、チュウさん。うまいね。アルゼンチンからこんにちは。アルゼンチンからこんにちは。あ、ブラジルからこんにちは。仙台のライブ楽しみにしてますね。仙台ツアーです。ツアーです。ツアーの一般発売が開始しました、うん、そうです、全国ツアーのチケット一般が発売開始、はい、いよいよ、しましたので、いよいよですね。これを機にね、はい、たくさんの人に見に来ていただきたいですね。はい、やります。すごいです、怪獣。そうですね、やりますね、うん、そのツアーになりますね、アルバムの。いい感じよね。どうでした、うん、あれ、これすごい、うん、よかったね。いい感じ、うん、なんかすごい研ぎ澄まされてる。ね、研ぎ澄まされてる。当たり障りのない言葉。全然研ぎ澄まされてる声じゃなかった。コメントが研ぎ澄まされてる、うん、全然急に電波悪い。あ、すごい電波悪いですけど、画質悪いですね。うん、なんかカタカタ系。あら、ビルボード2時当選しておめでとうございます。ケンシさん、あ、あれ、ケンシさん、うん、あ、ケンシさんだって。ケンシは3つ上げてます。ケンシ、映像重いです。こっちに2つ、こっち1つ。すっごいところで止まってるよ。すごいじゃん。多分再開してるはず。停止されました。ライブ停止されました。あ、再開された。な、雨いっぱい聞いてます。傘か。止まった？まず止まった。おや、おやおや、あ、大丈夫か。カタカタ系だ。カタカタ系、電波悪い。スーパースロー系。 Wi-Fi 変えたんですが、あ、まあ、今は大丈夫。じゃあ大丈夫です。私の好きな人のが、こんな振り付けしてる人すごい。今回は、なんか、開けてくれるって。ほんと先行で当たった、すごい。仙台行きます。ありがとうございます。仙台多いですね。チャンヤマだ、チャンヤマ。そんなホストクラブがあったら買えます。ありませんね。そうそう、東南アジアぐらいまでなら飛びます。おーい、飛びますって。お、アンブレラどうなんですかね。皆さん、ね、ぜひぜひ、ね、コメントでレビューしてください。はい、 80's Vibes、 こだわりは。アンブレラ、そうなん。アンブレラって 80's Vibes ある？でもなんか、まあ、他の人に言われた。みんな分かってないんだね。分かってない。そんなに言うほど 80s ではない。音色感はないね。うん、ね、みんなそれぞれ。そうだね。それが面白いよね、音楽ってね。音が濁ってるって。こうか。音が濁ってる？さてな。喋り声が。そっちなのか、曲なのか。あ、インドネシア、すごい海外。あ、すごいですね。海外は。今回でも行きますからね、海外。ね、1個発表してますね。うん、マカオ。あ、2個ですね。マカオとスペインですね。マカオとスペインに行きます。あら、ビルボード1位。それだけなんでしょうか。どうなんでしょうか。ピアスいくつあった？ 3つ、3つって言ってよ。さっきも話したじゃん。3つです。別の人からです。なんか振った、何が言ったっけ？え？何が言ったっけ？聞こえたないか。あ、アンブレラ、車で聞くと最高です。ありがとうございます。いいですね。確かに。意外とドライブソング。でもね、ドラソンね。ドラソン。ドラソンだね。何でも訳せるんじゃねえぞ。あ、アイドラ。え、あ、アイドラソン。ドラソン。ああ、そういうことか。そういうことか。すごいじゃん。レコーディングしようからハイテンションだったね。そうね。ナチュラルデジュね。チューさん今日もかっこいいね。ありがとう、どうも。まあね。ケンジさんのベースだけになるとかっこいいってすごいじゃん。だけになるとこはない。だけになる。ああ、はい。見えか。聞こえてない。あ、そう、別しか聞こえてない。ありがとうございます。歌は？歌はありますね。歌言ってるよね。楽器隊の話。あ、アンブレラ泣ける系のバラードかと思ってたので、いい意味で裏切られましたって。確かになんかみんな言ってくれてるね、うん、なんか歌詞と多分ね、あのジャケットの、ジャケッ
の先に出したんだっけ。そうですね、の感じだと確かにちょっとバラードっぽい見た目っぽいのかな、なんかイメージが、ね、歌詞も先に出した歌詞。そうね、確か俺ら歌詞だけ先行で見てないもんね。そうだね、そうだね、確かに歌濁っとって聞こえる。濁ってユウは、ユウはラジオ、確かにジャカルタ行きたい。確かにジャカルタ行きたいです。そう、入ってくるかな。インバイターズユウはラジオだったんで別の場所にいます。さようです。はい、踊れる曲になってるね。踊れる曲、うん、あ、なってますね。あ、ジャケットバラとかですね。ジャケットの言ったけど、もうすごいじゃん。言った誰も聞いてなかった。さっき言ったのよ。すごい、俺もドラムがどしゃぶりっぽい。確かに、わかるよ。詩人じゃん。どしゃぶりっぽいドラムで。なんだっけ、思い出せないだろ。ああ、どしゃぶりの雨の中で、皆さんも刺さずに。シャムシェイド。シャムシェイド。シャムシェイドだもん。雨男、晴れ男は、なんかさ、俺ら雨多いよね。確かに。逆に。見寄せてるね。いつからか雨になったね。多い。昔の晴れとって。確かにそんな時期あったけど。なんかどっちだでもないんだよね、多分。強烈に晴れ男もいないし、強烈に雨男もいない。別にそれが普通なの。普通です。自然にしても。確かに大阪のビルボードとかもすごい雨だったしね。ああ、そうだ。そうだ、思い出した。意外と多い気がするんだよね。確かに。時期でしょ。時期かね。そもそもまま。これシャツね、あれ、四国のあれで買った。すごいじゃん。四国っぽい。四国ボンボイエ。四国ボンボイエ、猪木な、それ。ビルボード追加公演、京都選手が。庄司さん、何色の傘、あ、何色の傘持ってんの。確かに。俺らは黒っぽいじゃん、傘もそしたら。こう、トーンなの。こう。茶色じゃないんだ。茶色じゃない。あ、茶色っぽいイメージなんだけど、なんか。茶色の傘ってある。おるおるおる。ブラウン。ブラウン。いや、英語にしただけ。あるっけ。英語にしただけだけど。すごい俺のこと聞いてくる。あ。私は知るんで。三人しかいないんだよ。そか、自然的にどっちに聞くかっていう話になっちゃうから。そうそう、ハイテンションだね。お、毎回センス高すぎるって、ありがとうございます。ありがとうございます。やるの楽しみです。ケイさん、首のタトゥーはどの意味があるの。首のタトゥーは、ご飯食べる時間。この時間にプロテイン飲みなさい。一日二食。違うわ。忘れない。そうそうそう。あの、あれですね、ベースの予言を。ね、そうやって言うよね。意味してます。と、エンジェルナンバー。ダブルミーニングですね。エンナンバー。さあ、これいきます。楽しみです。なるほどね。お、楽しみにしとってください。でも次のライブ、マカオなんですよね。そうなんだよ。そう、次マカオだわ。マカオ。来てもいいんだよ。マカオに応援しに来てください。確かに。鳥ですからね。鳥なの？鳥だよ、鳥、鳥。すごいじゃん。うん。1日目は、アッシュが。ああ、そっか。アッシュだ。何日かね。出ますね。何日もある。日傘男子を見かけますが、アイドルの皆さんは日傘差しますかって。差したことないんだけど、日傘なんて。そんな、生ぬるいことしない。生ぬるいこと。ぬるいって言います。日焼け止め塗ってますか。塗らない。塗りましょう。生ぬるい。塗りましょう。日焼け止めは塗りましょう。それは大事。うん。とか言いながら俺が一番黒くなってるんだから。間違いない。間違いない。真っ黒だ。真っ黒だって。サロンまで行く。エンジェルナンバーって何ですか。エンジェル。エンジェルナンバーってのはなんか調べてください。すごい。いや、そうだね。一言で説明してくれたら、その、すごい縁起のいい数字ってことです、ね。一言で言えてる。そう、言えてる。めちゃめちゃ言ってる人。そうだね。すごいじゃん。ってことで言うとそういうことですけど、どういう内容かは、まあ、調べてください。はい。ワールドツアーで今後行ってみたい国とかありますか？いっぱいあるでしょ。いっぱいあるね。モルディブとか。もういいね。な、そっちなんだ。ボケるかと思ったわ。本気の。何どこ行きたい？いや、やめてよ、そんな。ボケるの後はきついよ、ちょっと。自分で言ったらもうちょっと。イタリアもう一回行きたいな。あ、イタリアいいね。だからイギリス行きたいよと。あ、イギリス行ったことない。うまいよ、イギリス。確かに、本当。マカオ2泊ですか？うまいね。そのぐらい。そのぐらいか。意外と弾丸だよね。そうだ。多分、そんなに。はい。帰ってきてリハだっけ？あ、それはスペインです。スペイン。レコーディング、レコーディングか。レコーディングがありますね。まだ、まだまだ撮りますんで、レコーディングはね。まだ撮るんですよ。いつまで。って何時間ぐらいだろう。5時間ぐらい。近い。微妙。多分、近いよ。大阪行くより近いのか、車で。あ、そうだね。俺ら基準おかしくなってんなくなっちゃう。おかしくなってるけど、本当にそうや。大阪車で行くより早い。車で行くのより早いのか。いつでもトイレ行けるでしょ、しかも。そういうことです。すぐじゃん。
いつでも立ち上がれるし。あ、いつでもではないけどね。フィジクルも立ち上がっていいっすね。そう。レコーディングいっぱいで嬉しいって。あ、すごい。明日もシンガポール行きたい。明日もレコーディングは。わかりましたね。シンガポール行きたいね。シンガポールって行ってないっけ？あれ？行ったことない。ある？え、ないっけ？バンドではない。バンドではない。し、行ったことない。俺もない。ジャカルタは違うのか？ジャカルタインドネシア。あ、そっか。うん。行ってみたい。シング？シング。シング。なんか歌えって。あ、そうだ。あ、そういうこと。そっちで。優しい。あ、シンガポール、そういうことね。そういうことか。じゃあ、こういうこと？あ、ぽい。はーい。はーい。あ、ゆうおかさんが。あ、来る？あ、来ますね。そしたら、そっちのスピーカー生かさないと聞こえない。生かします。12月2日行きます。それまでに休ます。ハロー。ハロー、こいつ皆さんはスピーカーを。俺らは、こっちのマイクで拾うわけです。マイクだけど。あ、だから、あ、違う違う、俺見てるだけだから大丈夫でしょ。はい、お疲れ様でした。あ、来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった、ラジオ。やっぱ劇団ひとりさんはめっちゃ。どうだった？よかった。すごい。聞こえないんだよ。聞こえないんだよ。すごいテンポ悪いかも、こっち。テンポ悪い？なんつった。すごかった。今喋ってる。あ、でも喋ってる余裕が。すごいね。画面は喋ってんだけど、全然声聞こえない。なんで？ありがとう。だって、そう、実は。あ、違う。そっちのスピーカーオフってるからでしょ。違う違う。あ、違う。これ、こっち出さない。喋ってましたよ、今。あ、喋ってた。全然聞こえてるよ。あ、ほんと、聞こえた。今聞こえたよ。今のしか聞こえてないけど。うん。ナイスピーカー。疲れてるやん。途切れ途切れ。無事、レコーディング1日目終了しました。お疲れ様です。明日です。明日。頑張ります。渡すものがあったのに。あ、そうだったね。ゆう、明日、なんか渡すものあるか、渡すわ。OK。あ、そっか。そもそも来るかどうか分かんないのか。明日何時までやってんの？え？何時までやってんだ？いや、でもね、普通に、こんな遅くなんない。あとね、ギター1曲って感じだから。そうそうそう。8時ぐらい。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、フィリピンすごい。8時ぐらいかな。8時 ?8 時まで行かない。1時から8時行かないでしょ。どんだけ1曲ぐらいかけるの？5時間ぐらいだから、まあ、ね、6時には終わると思うよ、多分。え、でもちょっとゆっくりやってみたいんだよ。いや、全然やってみたい。せっかくあるからゆっくりやったら。だらだら。やってみよう。もったいない。どうせ抑えてんだから。だって、どうせ抑える。それは間に合わない。絶対間に合わない。それを張って。うん。それは間に合わない。名古屋のチケット取れたよ、ありがとう。ありがとうございます。すごい、本当に。すごい。全国ツアー一般な発売なんで、ぜひ。はい、今日でもこれ見てくれた人もほとんど手に入れてくれると思うじゃない？わかんない。わかんない。そんなことないよ。そう思ったらお待ちで。じゃあ一人友達を連れてくること。お、カラオスロンド。それは命令ですか？それは命令ですか？お願い。お願い。正直お願いしてるからね。それはもう連れてくるしかないよ。本当に。1年に1回あるかないか。あるかないかの。新曲好きです。ありがとう。ありがとうございます。たくさん。喋ってる。画面では動いてる。喋ってはない。でもさ、この3対1はめちゃくちゃ喋りづらい。難しいね。難しい。え、まずそっち燃えてないですか、もしかして。え？あ、燃えた、今燃えた。燃えてる、燃えてる。おー、燃えてる。ちょっと燃やして、俺ら。俺らは燃やしみたいな。燃やせないでしょ。燃やしたい。濡らしてもいいし。濡らすかも。すごい、めっちゃ燃え、すごい、怖いよ。怖あ、なんか光った。あ、光った。あ、すごいラブじゃん。すごい。ちょっと変えました。ちょっと待って。いろいろあるんだね。いろいろある。なんか面白い顔。あ、新規さん。福岡で新規さん。すごい。ありがとうございます。あ、すごい。雪と炎。あ、炎か。怖い怖い。お、ツアーアイドルファンになってくると友達と行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニューファンファンの USA。ただ、すごいね。本当ワールドワイドだね。うん、ワールドワイド。急に泣くなったユース。何これ、ユーすごい。あ、やばす。ユービート聞いてる。動機がすごい、動機が。まもなくユーさん消えます。はい、ありがとうございました。違う違う、もうこっちでいなくなっちゃいました。あ、いなくなっちゃったんだ。あ、本当だ。あ、全部悪いんだ。急に消えるやん。あ、なんか、
このフィルターすごいなんか血色いいね。どの今のあったやつ。このフィルミーにしました。うん、アナログってやつ。まあね。はい、名前ですまあね。片付けないと僕は。そうか、そうですね。片付けがあって。じゃあ、ちょっと戻ってきたんで、閉めてもらいましょう。はい。はい、あ、戻ってきたら。戻ってきた。もうすぐ戻ってきます。あ、じゃあ先に閉めとこうか、じゃあ。はい、そうですね。秋から始まるツアーの、一般チケットが、もう、今日から。今日から販売開始。販売開始買えますか買えます。買えるんです。なくなったら終わりですもん。はい、なくなったらもう終わりで。あのね、おかげさまですごくあの、うん、いい感じにすごい燃えてんだよ、ユウ、うん、知ってる？でもね、はい、すっごい燃えてるじゃん、ユウ。すっごい燃えてる。たくさんの人に見てもらいたいですね。そうですね。うん、なんで、ぜひ、あの、皆さん、チケットゲットしてください。はい。きっと、なんか今回さ、でもさ、うん、あの、なんとなく始まりこうしようみたいな感じで、なんとなく構想あるじゃん、今回。すっごい燃えてるね、ずっと。今回もすっごい良さそう。確かに。一番ね。めちゃくちゃかっこよくなりそうな感じなんで、楽しみにしてください。はい。ケンジ頑張ってください。はい。ケンジ頑張ってください。俺は頑張る。俺は一番地味だけど、どっちかというと。そんなことないよ。そんなことないか。ボンボンって。すごいすごい。すごくない？お前、それは、お前悪いぞ、それは。ボンボンは。iPhone だとほぼ聞こえない。iPhone がほぼ聞こえないです。すごいすごい。なんなの言う遊びすぎなんだよ。すごいよね、今の。すごい。こんなのえ、すごい。すごい。またいなくなった。すごい。俺、またいなくなったの。いなくなりすぎじゃないのクソテンポ悪いよ。じゃあ、このまま逆にね、閉めていただいて。あと、アンブレラが出ましたね。そう、あと、アンブレラが出ました。はい、出ました。はい。ね、疾走感のある、とても聞き応えのある曲になってるんで。ぜひぜひ、ね、これからの時期にぴったりです。うん、梅雨だし、はい、梅雨だし、梅雨始まるし、梅雨だし、ぴったりだと思います。ビルボード、元気に乗り切ってください。通過公演、あ、そうですね。そしてビルボード通過公演、7月7日、はい、6月1日から一般発売が、あ、そっか、6月1日から一般が発売されるんで、そちらもぜひぜひ、もうね、そっちはもう多分すぐ売り切れちゃう。もうほんとちょっとしかないよね。ちょっとしかないです。ほんとなんで、ぜひぜひ、もしね、そこで撮れなかったとしても、ツアーありますんで、はい。ぜひそちらもね、見に来てください。はい。素晴らしい。あ、入ってきた。素晴らしい。ダメだ、みんなが気づくいいんだよ。100点。100点じゃねえわ。あとワールドツアーと題し。あ、そうですね。はい。はい。スペインとマコ。そう。今のところ。ワールドギグが。はい。布教してきますんで、ありますよ。ありますんで、これからの発表もちょっと楽しみにしてもらって。はい。はい。まだまだね、駆け抜けていきますんで。はい。皆さんどうぞ、これからもワイドントライクマンです。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。うわ、何もしない。燃えてたな。